当てろーって言うわけ。たけしお前当てんのか。え、キャッチャーってこんなとこ構えていいの？バッターが後ろ構えてるから、審判だけですよ。世の中は巨人がいなくなればって何回思ったら。真星野さんほどの男がさ、怒るときも機嫌あんまり関係ないでしょ。関係ないですね。機嫌じゃないよね、はい、多分ダメなものはダメ、いいものはいい、うん、時々いいものも悪くなるかも。だからその、まあ、勝ち負けで、まあ、負けたから怒る、まあ、結果的にそこでカーッとなると思う。そんなに勝ち負けはで怒るようなあれじゃない。じゃ勝ってても怒られる時あったの？もちろんあります。そうなの、まあ、勝ってても戦えたこともありますし、やっぱり一回あったんですよ。あの巨人戦で桑田投手が落合さんにデッドボールやってた時に、うんうん、もううちの4番がやられてるのにお前ら何をやってんだってベンチでドワーってもう ゲームそっちの子でもう怒ってた時があったんですよ。自分のチームをまあバカにされるとか、バカにされた対行動を取られるとか、そういうことに対してはもうすぐ怒りますよね、うん、お前らもうバカにされてどうすんだっていう、もっと堂々とやれとか、やり返してこいとか、まあ、やり返してこいが、まあやり返さないと、うん、ここはちょっと大変なことになるので、はい、ここは、はい、大変なこと、まあ、まあそのうち言われる前に、まあ、選手も慣れてきたら、まあ、監督が怒る前にそれを選手でやる、あ、自分たちでね、姿勢を見せよう、うんうん、多少落ち着くだろうという、うん、まあでもありましたよね、うん、打席でこの辺から当て、あるよあるよ、ね、名古屋球場、ね、本当に左バッターボックス立ってると、ね、真後ろに一塁側ベンチがあって、はいはい、うわーっていうわけ。本当に申し訳なかったです。当てろーっていうわけ、はい、当てろって今言ったよねって審判に言う。審判に当てろって言ったよねって言ったら審判もんとか言うわけ。当てろって言っちゃダメでしょってんって言って、たけしお前当てんのかって言ったらんって言ってるから、これ当てるなと思ってこう下がってると当てないんだよね。そういう時は当てる時は黙って、当たらなかったんじゃないですか。でもね、意外とね、中日戦そういうようなイメージだったけど、俺中日戦デッドボール記憶ない。あ、そうですか。うん、鹿島くんは結構来てたけどあんまりボールが速くなかったからピュッピュッって避けてたのかもしれない。鹿島さんはみんなにヒットマンって言われてました。そうでしょうね、はい、ヒットマンお前そんだけコントロールいいんだったらベース板のコントロール使え鹿島さんがしょうがないじゃん、ベンチの命令だからもうやるしかないでしょ僕らはって。まあそれはそうだけど、お前は本当にコントロールいいんだなって誰かに言われてた。 OB の人正しいなでもね、俺ピッチャーじゃないけどマウンド立って 18.44 ってさ、バッターボックスから立つとさすぐ近くに感じるけど、はい、マウンドから見ると結構遠いじゃない。 あれでプロのバッターに当てるって結構難しいよ。難しいですね。あれもライオンに当てるぐらい難しいと思ういやいや本当だって、あれをバッターに狙ったら100発100中当たるとか言うけど、なかなか当たんないね。でも人間の習性で、うん、逃げるときはどうしても人間で後ろに、まあそうだね、あんまり前に逃げる、ちょっと後ろにしたんですね、はい、だから背中通すはまず当たるっていう鹿島さんの理論がある、ね、自分からこう下がる、そう下がるから。でも前に逃げた人は、うん、僕の知ってるだけで衣笠さんは前にこう逃げたっすね。ああそう、はい、あと古田さんも前に逃げたっすね。へえ、こんなことできるんだと思って、もう来ると思ってるじゃない、はい、だったら前に逃げるからやっぱ前に投げないといけないなとかヤクルト戦で池山さんが広沢さんがまあまあ要するに監督ももう打たれすぎてからちょっと厳しくいけってなって、もう本当に背中後ろ構えたんです。バッター当たって後ろに構えたの、はい、うん、でバッターもバッターボックス一番後ろ構えてる、うん、で立ってるんですよ、うんうん、ホームベースそれは遠いですよ、うんうん、審判だけですよ、ホームベースそれでも審判ホームベースの上にいるのこうやってさすがにさすがに、お前ら真面目にやれって怒られましたよ、ね、キャッチャーってこんなとこ構えていいのだって。いや、バッターが後ろ構えてるから、もう後ろ構えろって言われてるから、もうやるしかないですよ、うん、そのバッターがこのバッターボックス一番後ろに察知したんですよね、うん、来るで、わざとこの立ったんですよ、こっちやる、わざとね、ホームベースここある、うん、一緒にだからこっちの後ろだったらもう本当審判が岡崎さんの位置になるんですよね。一人審判一人ね、さすが審判でもそういう野球ってさ、
最近はないよね、もう。はい。多分その時監督、審判をさせる監督に注意に行ったと思います。絶対何をやらせるんですか、あなたたちは。って多分、うん、で、まあ、ことだけ言って、ちゃんと構えて、まあ。ちゃんと構えても、またインコース構えてましたけど。もう呆れてましたよね、審判も。俺はさ、全然関係ないんだけどさ、ヒロさんに似てるよね。似てます、似てます。それ有名な話、今なんか一生でヒロさん似てんなと思ったの話してて、ヒロさんもなんか前そんなこと言ってた気がするの一回。まあヒロさんさんとか超有名だったので、うん、なんか笑った感じが、うん、どっちかというとヒロさんさんに結構間違えられましたね。キャッチャーの中でそのプロに入って、あるいは高校生の時とか、憧れのキャッチャーとか、こういうキャッチャーになりたいとか、そういうのって言いた。日本シリーズを西武と戦った時に、うん、当時伊藤勤さんが西武のキャッチャーだったので、うん、まあ伊藤さんみたいなキャッチャーになりたいなという目標みたいなのは、その日本シリーズ負けてから思いましたね。うん、あ、すごい。まあ漠然としてなんかいいキャッチャーだ、かっこいいなと思ったので、あ、でもああいうキャッチャー、ああいう人になりたいなっていう。まあ、遠い目標だったんですけど、まあ、その後にヤクルトの古田さんが入ってきて、まあ、年も近いのでね、ちょっとバレない程度の会話とかしてたんですけど、まあ、古田さんもやっぱりすごいキャッチャーだなと思ったんで、うん、でも一番憧れたのはやっぱり伊藤勤さんですかね、僕らの時は、うん、かっこよかったね。もう全てがかっこよかったですね。強かったし、あの時の西武はね、本当にむちゃくちゃ強くて強かったね、はい、でもあの時秋山とか、はい、清原、デストラーで、はい、市毛さんとか、あの平野さん、はい、辻さん、はい、そうそうたるメンバーだったけど、そうですよね。でも伊藤がいなかったらあれはなかったかもしれないしね、はい、あの8連覇だっけ。そうですよね。9回優勝とか8回入賞とか、そんな感じでしょ、あの当時ね。伊藤っていうキャッチャーがいなかったら、なかったかもしれないよね。どこかのコメントがなんかで、ね、勝つことが当たり前ほど難しくてプレッシャーかかるものがないっていう、まあそれに近い言葉を伊藤さんが、うん、僕らはいや、このピッチャーとこの打線があれば絶対勝つよなって外から見て、まあ、思ってたんですけど、うんうんうん、どこかでその伊藤さんのそのコメントを見た時に、うん、あ、やっぱ勝つことって大変なんだって、うん、そこからちょっとキャッチャーとしての考え方とかも徐々に変わってきて、うん、やっぱり 勝つために野球はやらないといけないっていうふうに考え方が変わったので、どうやったら勝てるのかなとか、うん、そっち方向に行きましたね。勝つことは当たり前じゃ大変なことだよね。でも経験されてますね。いや、当たり前っていう経験はしないですね。あ、勝ちたいと思ってやるけど、勝つことが当たり前って言ったって、相手だってプロなんだから、うん、アマチュアでやってるわけじゃないから。いや、でも当時中日のキャッチャーは巨人戦には絶対勝てないと思って用意どもはやってたと思います。そんなことないと思う。いや中日本当に強かったと思うよ当時。いや、もう世の中が巨人がいなくなればって何回思ったら、巨人戦はね、ボスが燃えるんですよ。燃えるよね。燃えるんですよ。もう特別な、もうね、試合のもうなんか巨人戦だけ賞金がかかってたんじゃない、監督に。それはなんか最後の方ですね。優勝大体、まあ巨人が対象チームになるので、うんうん、それはもう時効ですけど、やっぱり通常の倍とか3倍とか、うん、今日の試合は、まあ、巨人戦ですね、ほとんど出すよって言って、うん、まあ出してもらっても、ね、なかなか勝てないんですけどいや本当なんかやっぱり何かあるときは巨人戦がスタートですね。あ、不思議なことに巨人に勝ち越したりすると絶対次のカードから負け越すんですよ。そうなんよ。あ、なんでですかね。あのね、結構それあるよね。はい、あるある、うん、もうまぐれで3連勝したときなんて6連敗とか食らいますからね。だからね、こうスケジュール見てて、はい、スケジュールを見てて、はい、まあ、巨人戦にそのエース格が来るっていうのもあるけど、あ、例えば中日が巨人戦の後、阪神戦だとします。で、またずっと下がって、巨人戦の後、また阪神戦だとします。傾向がねえのよ。阪神は有利なの。巨人戦の後に戦うチームって、巨人戦の相手と
次のカードで戦うチームって結構いいんだよ。あ、じゃあ中日に限らずそうなんですね。そうだよ。僕はそのイメージは強くて、燃え尽き症候群だよ。いや燃え尽きんなよとか思う。監督も燃え尽きるんですかね。どうなんですかね。監督も燃え尽きるそれ監督は燃え尽きないだろうけど、やっぱちょっと力の具合は変わるんですかね。ああ、まあ確かに巨人はやっぱり各チームね、エースピッチャーを当ててくるので、下手したら3枚当てるじゃないですか。3枚当てるよ。A、B、C が来る。おろすと次のカードからやっぱり、エースが投げれないから、まあ、そういうね、結果になることも多いですよね、やっぱり、ね。そうそうそう。負けるケースが多い。だから巨人戦ばっかり来ると、年間投資した時にあまり良くないと思う。で、そこで3連勝できればいいけど、そこで一緒にやるとか3連勝したら、そうですよね、次のカードで、2勝1敗狙った方がいい時もあるじゃん、うん、こう巡り合わせ。そうですよね。だ昔だったら無理くりローテーションを組み直して巨人戦に来てたんだよ、3年は。いやでも星野さんの時はとりあえず巨人戦からローテーション決まってましたから、ね、そうでしょ、はい、岩永と山本昌毎回来てた、はい、毎回、はい、毎回来てましたね。毎回来てた、はい、で山本昌が先に来るんだよ、はい、次岩永来るんだよ。早いんだよ岩永の球が最初遅いの見せられて次の日早いからもう打てるわけないんだよね。いやでもみんな率先して巨人戦投げたいっていうピッチャーはいなかったですよ。あ、そうなの。もう極力巨人は下げたいっていう、要するにまあ少ない点で抑えても巨人のピッチャーもいいので、あ、こっちが打てないので、うん、まあ、勝ち負けでいうとちょっと、うん、勝ちがつかない時が多いのでね。そうなんだ、うん、あの頃、まあ、今中山本正、その前は、まあ、小松さんとか、はいはいはい、鈴木高松さんやってる、はい、やってます。やってる、はい、ちょっとギリギリやってます。あ、そういうピッチャーの人が本当に信頼をしてて、中村っていうキャッチャーを全部自分で受け止めてくれると、はい、あの全部自分が責任取ってくれるというふうなところで信頼をすごく得てたっていう話を聞いてね、まあ、俺内部にいなかったかわからないんだけど、そういう話をみんながみんなそうやって言うわけ、すごいなと思って。中にはさっきのピッチャーが打たれてキャッチャーが怒られる話じゃねえけど、 俺とかだったらなんでお前らが打たれてるの俺が言われんねんってなんか一言二言言っちゃいそうな感じなんだけど、なんかそういう言葉もなくぐっと飲み込んで、まあ、耐えてたっていうかすごい信頼があった、熱いっていう風な話を聞いてた。いやすげえなと思うんだよね、単純に。ピッチャーの人も多分当時もうこいつしか、ね、キャッチャーいない、あとはもう年配の人が多かったので、うん、と僕が毎日あのその自分が打たれたのに僕が怒られるのをずっと聞いてるのと、うん、である時ピッチャーだけがミーティングしてくれたみたいで、うん、まあ、あいつは毎日怒られるからなんか俺らもうちょっとあいつの言うこと聞いてちゃんとしてやろうというのはなんかあったみたいですけど、俺たちの代わりに叱られてんだから、はい、あとは一番のあれはあの多分川上憲伸がなんか映像を使って中村さんそういう人だったんですよって多分なんかで言っちゃったんですよね、うんうん、それで、あ、じゃあ中村さんはそういう人だったんだって、そうやってピッチャー信頼、まあ、要するに怒んなかったですよピッチャーはね、うん、で監督がピッチャー怒れって、お前が、うん、俺がお前怒る分お前がピッチャー怒れっていう人だったので、うん、まあ、それはなかなか性格的にはできなかったので、うん、まあでも信頼を得たっていうか、まあまあ僕らの代わりにあの人が怒られてるから、うん、頑張ってやろうかっていう程度じゃないですか、ね、いやいやそれは信頼に値すると思うな。いやでもね、自分の代わりに受け止めてくれるってこれ以上信頼を得ることってないよね。いやでも僕よりいいキャッチャーがいたらもっと中日の成績が良かったと思いますよ。いないでしょ。いや僕はもう全然上手くなかったし。いや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 、ね、そんなことそんな謙遜しない。いやいや本当ですよ。他のキャッチャーはみんな本当に上手く見えたので、うん、うわあの人が中日キャッチャーだから山本昌は20勝できんじゃねえかな、今中20勝できんじゃねえかなってなんか思ってましたよ。それはないと思うよね。